サッカーファンの皆さん、こんばんは。こちらはあと2週間後にユニバーシアードの開会式が行われる神戸総合運動公園競技場です。非常に素晴らしい芝生に仕上がりました。その芝生の上でこれから来年メキシコで行われるワールドカップに出場するために、まずこの日本にとりましてグループ4の2次予選、香港との2試合に勝たなくてはなりません。香港を破ってその後待ち構えている韓国、この2つを破ると初めて来年のメキシコのワールドカップに出場することができるわけであり、風下に立っておりますが、日本のキックオフで今始まりました。大歓声に包まれました神戸総合運動公園競技場であります。もう話に上がって上っておりますが、この試合は激しい当たり合いが予想され、おそらく笛の鳴る回数も多いだろうということですが、早くも香港が日本のゴール前に殺到しました。二人の声が聞きにくくなりますが、松本さん、はい、早くも激しく笛が鳴り響いてますね。そうですね、日本が行くがどうか、まあやっぱり木村君ですね、今画面出てきてる、狙いますか。狙うでしょうね、はい、壁に当たった、もう一回また壁に当たる。さあこの後ですね。そうですね、日本が早く戻るかどうか。香港というチームはどうですか、この速攻というのは。はい、多分ね、ちょっと待ってください、はい、早くも混戦というか揉めてますね。トラブルです、顔をやられました。日本津波、早くも黄色いカードが出ました。香港9番のウォン・コクオンが警告を受けました。まあこれはいい言葉で言えば試合ずれって言いますかね、はい、うまさっていうのがあるんですけど、今のようなゲームってやってますね。あ、そうですね、選手に伝えたのはその言葉だったんですね。なるほど。さあ挑発に乗らずに落ち着いて日本が自分たちのサッカーができるかどうか。お、ちょっと危ない、危なかった。しかし松井の正面でしたね。ちょっとやっぱりバックス硬さが見られますね。そうですか、日本バックスは読売のトリオ、加藤、松木、津波、そして藤田の池内です。ボールを持って水沼突破、センタリングができるか、木村オーバーヘッド、運動量の多い中盤ゲームメイクをして左へ、左に柱谷、中央に原が待っています。その原へヘディングで胸でトラップしてシュート、あ、右へ行った、惜しい、落ち着いた原です。ペナルティですよ。押しましたか今ね、原君が胸で止めてシュートするときに見てみましょう、はい、ここがですね、ここで胸でトラップしますね。胸でね、非常にいいトラップしましたね、はい、ゴールで、はい、このシュートするとき後ろから足を蹴ってますね。あ、そうですか、ええ、前半の9分、日本がペナルティーキックを得ました。蹴るのはもちろん木村、これは願ってもない日本チャンス。ゴールキーパーはリュウ・カンファイ、リュウ・チンファイ、リュウ・チンファイ、29歳のベテラン、明日29歳の誕生日を迎えますキーパーであります。さあ木村ですから、まず外すことはないと思いますが、日本先制、日本選手権を入れました。前半の10分、木村の素晴らしい力のあるシュートでした。松本さん、はい、木村らしい力のあるボールでしたね。そうですね、まあ今日小細工せずに、本当に自分の持ってるね、うん、一番いいシュートを決めてくれましたね。そうですね、僕はね、今日のゲーム始まる前、宮内君がこのゲームのねポイントだっていうことを森監督に話したんですけどね。なるほど、また原入った、原のシュート、日本2点目。前半の11分、立て続けに日本2点を入れました。長い縦パス1本です。しかし原君よくここ粘りました ね、 そうですね。ああ、いいシュートだ。そうですね、まあこんなこと言っては失礼ですけど、普段の原には見られないような落ち着きですね。あ、冷静だったですね。言うとそうしますとね、香港の粘り強いディフェンスと、はい、局地戦に持ち込まれますからね、これは日本としたら損ですよね、はい、あ、津波ですね。津波はもう一つこの前の試合で警告受けてますんでね、はい、松本さん、はい、36歳ですよ。そうですね、さあゴール前、
危なかった日本。これまでのところそのウーコク間にあまりボールが行っておりません。おっと14番のチェンチータク、イエローカードですね、津波くんね。ということは津波は次の試合が確かダメですね、誰かで出られなくなるんですね、また原、木村、あ、引っ張られた、しかしフェアならない、木村シュート、あー惜しい、こちらがますね、今ね、あの逆サイドをちょっと木村くん狙ったような感じですね。あ、そうですか、でカーブをかけてね、笛はなりません、笛はならない、笛はなりません、日本危なかった。ちょっと日本リズムが悪い、ボレー、素晴らしい10番のウーコクハン、右手の方で声を枯らして放送しているわけであります。さあ日本行きます、白谷か、後ろから一人選手構えてますね、ああ横へ出しましたが、左足のシュートはコーナー、ありますね、終わる前の5分目、はい、ヘディングの押し、逃れるか、後ろから押してました、ね、助かりました、さあ後半が始まりました、香港のキックオフであります。低いボール、あー素晴らしいパスを見せました、いいプレーですね、松木ですか、はい、5番手です、読売クラブのキャプテンでもあります。さあ日本ここでいい格好のいいパスだ、行きました、さあ行った、水沼うまいシュートを見せました、キーパーを軽くかわしてちょーんと押し込みました、後半の8分日本3点目、この木村君からボールね、木村水沼のコンビ、いい出方しな、タイミングといいね、パスの出すタイミングもいいし動き出すタイミングいい、はい、非常にいいプレーだったですね。そうでした、先だって日本で行われたシンガポールとの試合で十分に日本を研究しております。津波また狙った、これで2発目、12番が水沼、素晴らしいプレーを見せました。松井が出た、あっと腹を蹴られた、腹を蹴られました、ちょっと、香港対必勝という横断幕、これは香港、中国の方だと思いますがですね、はい、ですからあの香港のチームというのは非常に足技を持ってます、細かい技術というのがありますね、はい、それで局地戦を狭いスペースを実にうまいことこう破ってきますね、はい、さあシュートだ、松井危ない、今日本木村が倒れています、一人足りません、コーナーへ逃れました日本、蹴るのは10番のウーコクハン、はい、これでね一番調子が良かったのは岡田君ですよ、ですからね、まあ木村君ほどのプレーは難しいかもしれないけども、柱谷ね、はい、そんな雰囲気でございますね、危ない、ゴール前、これは弱かった、膝の下を蹴られまして傷を受けて退場した模様であります。医療室でトレーナーから現在治療を受けておりますが、かなり痛そうに顔をしかめているということです。神戸総合運動公園競技場では1勝1敗という成績です。7番の津波、
中央に原、津波の足技打つか、シュート、今日津波これが3本起用ですね、はい。まあ、手塚もかなりこの体を張ってと言いますかね、頑張れる選手ですからね。これです、ね、手塚です。手塚、その手塚、さあどうする、シュートだーっと、キャプテン、そして水沼へ、その脇を3番の岡田が上がってくる、センタリング、シュート、松木が左、そして津波へ、手塚、たくましい手塚です。打てるか、シュート、1回戻します、津波へ、時計を見ている、津波から原へ、そして手塚、日本にとってはこのロスタイム長いんですが、今笛、日本第1戦を勝ちました。香港との2次予選の第1戦に3対0で完封勝ちしました日本です。森さん、どうもおめでとうございました。ありがとうございます。今日は快勝でしたね。まあ、結果はね、3対0ということで、私はいい、本当にいい結果だったと思うんですよね。まあ、試合前も3対0を目標にしようということでやりましたんでね。ただ内容的にはね、ちょっと僕としてはね、もう少しこう足りない面が目についたんでね。どういったところですか？やっぱり守備面でもね、もう少しチェックが遅いということがね、ずるずるずるっとこう下がりすぎてしまったということがありましたんでね、その辺を気をつけなきゃいけないし、まあ、攻めの面もやっぱり取った後の今度全体の押し上げがね、もう少し早くしないと、もっといいゲームにならないと思うんですよね。まあ、3対0ですから今日はとにかく嬉しいですよ。とにかくディフェンスの香港と言われてました、その香港がですね、立ち上がりに早く攻めてきましたね。あの辺はどうでしたか？まあ、ちょっと風下に立ちましてね、相手のスポーンとトップへ出てくるボールに対する守備がね、不安定だったんですよね、うちのバックがね。その辺をまあハーフタイムにも注意したんですけどね、ずるずるずる下がって、結局相手と味方も人数少ないところへ放り込まれてね、こぼれ球を逆に相手に拾われる形が多かったと。まあ、その辺がピンチの原因だったんですよね。それと一つのボールで2人が行ってしまうというようなね、そういうところがちょっとピンチの原因になってたと思うんですよね。まあ、しかし先ほどちょっと辛い言葉も出ましたが、自分のやっぱり思ったような展開ができたわけですね。まあこう内容を厳しく言えばちょっと足りない面があります。ただ3対0という勝利はね、もう今日は本当にそれを狙いましたので、僕は選手によくやってくれたなっていうね、ことを言ってやりたいと思いますね。はい、さて9月22日今度香港で第2戦がありますが、香港ではどうでしょう？やはりね、今日も片鱗はありましたけども、非常に激しい相手のチェックね、そういうのにもっと厳しくなると思うんですよね、香港の今度ホームですから。まあ、そういう意味で本当にね、強さっていうものをね、肉体的な強さ、精神的な強さっていうものがもっと要求されるゲームになると思いますんでね。まあ、その辺は十分覚悟して臨まなきゃいかんと思いますね。それから木村選手がちょっと足をつって、はいはい、それから津波選手が今出られませんね。その辺はどうでしょう？その辺、まあ、今日はちょっと、まあ、津波君がいうことで出れなくなっちゃったっていうんでね、またこれから考えなきゃいけないと思うんですよね。また誰にやってもらうかっていうことをですね。どうもありがとうございました。また香港で頑張ってください。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。